はい、ズキです。日本時間10月7日未明に開催された Google のイベント Made by Google で新フラッグシップスマートフォン Pixel 7と Pixel 7 Pro が発表されました。 Google の独自チップ Tensor を搭載した2世代目になるわけですが、もちろん日本でも発売予定で予約もスタートしています。まず価格をチェックしましょう。ドン。 Pixel 7は税込み8万2500円からで、ストレージ 128GB モデルと 256GB モデルの2モデル展開ですが、ストレージ 128GB モデルが8万2500円で、 256GB モデルは9万7900円になっています。カラーバリエーションはレモングラス、スノー、オブサイダンの3種類。現時点で 256GB モデルはオブサイダンのみ予約できます。続いて上位モデルの Pixel 7 Pro は税込み12万4300円からで、こちらもストレージ別の2モデル展開になっていて、 128GB モデルが12万4300円、 256GB モデルが13万9700円です。7 Pro のカラーバリエーションはハゼル、スノー、オブサイダンの3種類。こちらの 256GB モデルはスノーとオブサイダンが選択可能になっていました。ストレージ容量の差、 128GB の差が1万5400円になり、全体的に全モデルより値上がりしているわけですが、昨今の円安事情を考えるとかなりお得な感じがします。さらにお得感を煽るのが下取り価格で、2019年発売の Pixel 4が Pixel 6の下取り価格同等の6万1500円になっているので、錬金術的人気を呼びそうです。そしてスマートフォンの相棒ともいえるもう一つのガジェットは、いよいよ登場する Google Pixel Watch で、こちらは3万9800円からとなっています。セルラー付きか否かで価格が異なり、セルラーなしの Bluetooth Wi-Fi モデルは税込み3万9800円、セルラーありの 4G LTE プラス Bluetooth Wi-Fi モデルは税込み4万7800円です。ケースのカラーバリエーションはシャンパンゴールド、マットブラック、ポリッシュシルバーの3色です。では7月に発売されたばかりの Pixel 6a を含めて Pixel 7と Pixel 7 Pro のスペックを比較しつつ確認します。左から 7 Pro がディスプレイサイズ 6.7 インチの解像度 QHD プラス LTPO OLED で、リフレッシュレートは最大 120Hz に対応しています。Pixel 7は解像度フル HD プラスの OLED で、こちらのリフレッシュレートは最大 90Hz です。どちらも常時表示などに対応していますが、アスペクト比が若干異なるほか、画面の明るさ、ピーク輝度も若干異なり、プロは最大1500ニットになっています。なお Pixel 6比で全体的に 25% 程度輝度が向上しているそうです。本体サイズは高さで 7.7mm、 幅で 1.1mm、 Pixel 7 Pro が大きく、厚みは Pixel 7が 8.7mm、 プロが 8.9mm と、ややプロが厚くなっています。重量は Pixel 7が 197g、 プロが 212g と 15g 差です。基本性能としてチップセットは最新の Google Tensor G2 が両モデルに搭載され、初代 Tensor に比べおよそ 60% ほど処理能力が向上しているとのことです。両端末でチップセットは同じですが、 RAM 容量は異なり、プロが 12GB、 7は 8GB になっています。バッテリー容量はプロが 5000mAh で、最大 23W の急速充電に対応、7は 4355mAh で、こちらは最大 21W の急速充電に対応しています。そしてピクセルといえばカメラなわけですが、メインとなる 50MP カメラに 12MP の広角カメラは共通で、プロモデルではこの広角カメラにオートフォーカス機能がつき、画角もより広角になっています。そしてプロには全モデル同様望遠カメラが搭載され、三眼構成になります。この望遠4800万画素カメラにより、広角で5倍、超解像で最大30倍のズーム撮影が可能です。なお Pixel 7でも超解像度ズームが利用できますが、こちらは最大8倍となります。インカメラはどちらも解像度 10.8MP で、仕様も同じになっています。カメラ機能としては新機能となるボケ補正がどちらのモデルにも搭載されていますが、広角カメラを使ったマクロフォーカス機能はプロのみとなっています。生体認証はディスプレイ内指紋センサーと顔認証をサポートし、防塵防水性能は IP68 で、両端末ともカバーガラスはコーニングゴリラガラスビクタスを採用、フェリカお財布携帯にも対応しています。通信面では Wi-Fi 6に対応し、どちらも 5G 通信に対応していますが、より高速のミリ波に対応しているのはプロのみとなります。 SIM については ナノ SIM と eSIM のデュアル SIM を利用できます。
消しゴムマジックなど AI を駆使した様々なカメラ機能を搭載してきたピクセルですが、新たにボケ編集機能フォトアンブラーを搭載し、ぼやけた写真を AI 処理で改善することが可能です。数回のタップでボケた写真やノイズが乗った写真を鮮明にできるというこの機能は、古い写真にも適用できるため、過去に撮ったブレの激しい写真でも Pixel 7、Pixel 7 Pro で補正可能です。写真撮影機能ではセルフィー撮影時にガイド付きフレーム機能や、低照度環境での撮影でも人物のリアルな質感が感じられるように改善しているとのことです。このほか Android 13の強化されたセキュリティ機能や組み込み VPN 機能 Google One VPN が無料で利用できます。またメッセージアプリでも Google の高度な音声認識モデルを使用した書き起こしがサポートされています。そしてもう一つ、オリジナルのスマートウォッチ Pixel Watch もチェックしましょう。 Wear OS を搭載し、円形の 3D カバーガラスディスプレイを搭載したスマートウォッチで、大きさは直径 41mm、 筐体はステンレスケース、傘下になっているフィットビットの技術を取り入れ、心拍数を計測できるほか、 Google マップでナビるといった使い方も可能のようです。その他にも GPS や歩数計測、消費カロリーの測定、40種類のエクササイズモード、睡眠測定などしっかり搭載しています。防水機能も備え NFC などサポート。 Google のオンラインストアでは Suica を画面上に表示した Pixel Watch も紹介されており、 Ferica お財布携帯にも対応しています。はい、ということで Google の新スマートフォンとスマートウォッチを駆け足で見てきましたが、いかがだったでしょうか。現状ハイエンドの端末価格が軒並み10万円を超える中で、Pixel 7かなり抑えられた価格ではないかと個人的には感じました。5年間のアップデートにも対応するというのも期待できるポイントだと思います。気になるのは厚みと重さ、そして第二世代テンサーの発熱といったところでしょうか。また Pixel 6では初独自チップという影響もあったのか、かなりの数のバグが報告されていましたので、そのあたりがブラッシュアップされたまま振り出しに戻っていないかも気になります。最後に取扱いキャリアとして au とソフトバンクからも価格の発表がありましたので確認しておきます。なおドコモからの発表はありませんでした。 au ソフトバンクとも Pixel 7、Pixel 7 Pro どちらも取り扱いしますが、 au はストレージ 128GB モデルのみで、公式オンラインストアでの本体価格は Pixel 7が 87,310円、 Pixel 7 Pro が 134,900円となっており、返却プログラムも利用できるほか、各種キャンペーンも用意されています。ソフトバンクでは Pixel 7の 128GB モデルが 88,560円、 256GB モデルが 102,960円、 Pixel 7 Pro の 128GB モデルが 131,760円、 256GB モデルが 146,160円となっており、こちらも返却プログラムが利用できるほか、キャンペーンも用意されています。発売は10月13日です。ソフトバンクの気合が入っている感が強いですが、キャリアが取り扱いするとなると値引き合戦が行われる可能性も高く、そのあたりもウォッチしてツイッターなどでもお知らせしたいと思いますので、気になる方はフォローをお願いします。私の方ではこの後タッチ&トライ、そして発売後の実機レビューもしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。YouTube コミュニティ機能を使ったアンケートでは、皆さんが今回の発表期待通りだったか、はたまた期待外れだったかのアンケートも募集していますので、コメントともども教えていただければ嬉しいです。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。